はい、今回は水彩色鉛筆の、体験コーナーという形で、組んでみました。初心者よりもそのさらに前ですね。で、使うものはだからこれは、100円ショップで売っている水彩色鉛筆。で、100円ショップで売っている水筆。まあ体験なのでね、そんなにいきなりお金をかけることもないと思います。で、モチーフはパンダ。パンダといってもね、白黒だとちょっとね、なので、適当に違う色などを塗ってみようかなと思っております。それでまず、水彩鉛筆の場合は、こう、ちょっと順番があるんですけども、まあ、いきなりメインの色を塗っても構わないんですけども、この場合ですね、ちょっとまあ、影になるような部分。そのままべったり塗るとね、平面的になってしまうので、まあ、特にこういう白い部分なんてね、こう、そのまま白を残しておくと、塗り絵とね、延長になってしまいますので、まあ、塗り絵が悪いとは一言も言ってませんけどね。ちょっとこう、最初にこうね、軽くこう、まあ、丸みをね、つけてみます。まあ、白、黒、まあ、色がね、色がこう、分かれてるんですけども、そこは最初はね、こう、薄めに塗ります。水筆です。水筆ってこう、ちょっと押さえるとね、こう、だんだんこう、ここに水がこう、溜まってきます。で、こう、伸ばす形。100円ショップのこの筆だとちょっとやっぱ硬いですね。硬いので、あと、色鉛筆は割とね、いい感じです。で、こうやってこう伸ばしていきます。まあ、最初はこうちょっと乱暴でも構わないんですけども。で、濃くなる部分はね、この、まあ、こう、若干はみ出しても構わないかいくらいで、こう塗っていきます。光っちゃってね、何が何だか分かんないですよね。よいしょ。まあ、乾いてくるとね、よく分かるんですけどね。で、こう、ティッシュでもってこう、余分な水分を拭き取ります。で、こうね、ここでも、色鉛筆のね、拭き取るようにして、こう、まあ、簡単なグラデーションとかね、こうつけていきます。で、濡れてるうちでしたら、またこう、水を足していって、かけますけども、これ、中途半端に乾いてきたら、もう、触らない方がいいです。で、このまま乾くのを待って、乾いてから次に、この柄の部分、黒い部分ですね。それを塗っていくんですけども、乾くのを待つのも少しちょっとね、なんか時間もったいないなっていう人は、例えばこの全く触れてないボールの部分なんかもね、ちょっとこう塗ってみるといいでしょうね。まあ、お遊びなのでね、最初はもう何の色でも構わないですけどね。ちょっと赤なんか塗ってみましょうかね。真ん中を明るくして、端っこをこう暗くする。で、水彩鉛筆の場合は、ここでもってあまり最、あの厳密にこう、塗ることはないんです。筆で伸ばしますからね。こんな感じです。で、塗っていきましょう。ちょっと出てるかどうか確認したいときは、ちょっとこう、垂らしてみるとね、わかるんですけど。あとはもうぐるぐるぐるとこうね、塗っていきます。意外とね、これ、ムラがなく塗るって結構難しいんですけども。ね、光っちゃってよく見えないですよね。うん、乾いたらそのうち見えてきますけどね。とやって、一回ここで乾かせます。そろそろ乾いたと思うので、今度はポイントの色を塗ります。本当は黒なんですけども、まあ、ちょっと黒だとね、なんかちょっとまあ、もったいないかな。何がもったいないかって、せっかくこのね、色を使ってみようっていうのにね。あと黒はね、ちょっとムラに目立ちやすいのでね、こう、紫にしました。紫もね、こう、ちょっとこう、ムラがあっても構わないんで、
結構ね、構塗る面積大きいですね。水筆の、なんだろう、水筆の筆の部分がね、ちょっと短いので、細いんですよね。だから、広い面積ちょっと苦手かもしれないですね。ここでね、あまりこう、しっかりと濃い色なんかをね、こう、強くやっちゃってしまうと、ベトーってなってしまう。ベトーってなっちゃうっていうのはね、なかなかこう、頃合いが難しいんですよね。一回でこう、うまく濃いところを塗れるかっつったらね、意外とそれが難しくてね。紙とかね、筆の相性にもよるんですけどね。まあ、無理せずに塗って、塗りが浅かったらまた乾いてから塗ってみるとね、そういう感じでやるといいと思います。じゃあ、まずね、こう、確認、ちょっと確認してね。あ、染みてると思ったらね。で、まあ、面積の狭いとこからこうね、ちょっと、おっかなびっくりこう塗っていくとね。で、気をつけなきゃいけないのはね、これ、ぬるぬるって言ってるんですけど、どっちかって言えばね、ぬるというよりはね、こう、押して広げるっていうイメージの方が近いと思います。塗ってしまうとね、いろいろ問題がね、起きてくるんですよね。まあ、塗るっていうのはこういうふうにこうね、そこがこうね、ちょっとこう、水彩とちょっと違うところでね、ちょっと薄かったかな。で、こう塗るときはね、こう躊躇しないで、塗っていくと。一回こう紙からね、こう離してしまうとね、継ぎ目が汚くなっちゃいますからね。この中広いですよね。広いとこはもう、一気に。で、途中で水が足りなくなった時にこう少しこう押しながらやるんですけど、少し難しいテクニックになってしまうのでね。まあ、こんな感じでね。まあ、若干のはみ出しは気にしないと。本当はね、こう、均一にきれいに塗れればね、きれいに入れるとまたその次のね、この作業がね、こう、で、生きてくるんですけど、まあ、こういうムラムラもね、仕方がないかなと思って塗った方が良いです。そういうもんだと思ってね。うん、で、またこれちょっと乾かしましょうかね。乾かすか、このさっきのボールをもう少し濃くするか。今ね、こういうね、境目がね、赤が触れるとね、汚くなっちゃうけども、ちょっとね、この、例えば、ここら辺を少し濃くしたいなと思ったら、ここら辺だけこうね、ちょっとこう。で、まあやってみるとわかるんですけども、塗った時の方が彩度は上がります。なので、濃くしようと思ったらね、茶色の方がいいのかもしれないんですけども、確認。はい、水が出ました。で、濡れてるうちにちょっとこう拭き取ったりとかね。します。で、またちょっとね、乾くのを待って、濃くしたいところはもう一回塗るようにしてみます。さてと乾いたところで、最後ですね。もう少し濃くしたい部分をやりますね。例えば腕の向こう側の、これですね。で、やっぱり何回も同じようにこれ塗れるというふうな、ことではないんですね。できれば一回で、塗り終わるのが一番綺麗なんですけども、まあ、最初からね、こう、濃さを見極めてできるっていうのはなかなか難しいので、まあ、こういうふうに、おっかなびっくり最初は体験なのでね、こう、
どうやれば色が広がっていくかとかね、そういうことが分かればいいと思います。まあ、あとはこのね、色鉛筆のね、この、なんか伸び方とかね、溶け方とかね、そういうのもね、結構影響してきます。メーカーによって、溶けやすいものと、そうじゃないものとあります。そこら辺はね、こう、やっぱりこう、やってる人に聞かないとね。で、これあくまで色鉛筆なのでね、これで終わりたかったら終わっても構わないですしね。ここちょっともう少し濃くしたかったらこうやってね。じゃあ影もつけてしまいましょうかね。ちょっと黒でね。ちょっと黒濃いめにこうやってみますね。これ結構黒濃く塗ってます。じゃあ塗りますね。まああとね、これもね、もう少しこう、これがね、太い方がね、塗りやすいことは塗りやすいですけどね。濃くします。で、ですね。一番ここを濃くしましょうか。だから先にこっちに塗っちゃいますね。これ水筆やってるってことは、今この、色鉛筆の、この色が、この筆に染み込んでるってことなので、これそのままこう、塗ってもこうね、色軽くつきますけども、なので、こう、濃くしたいところは、後で塗ると、より濃くなりますよね。ここですよね。まあ、塗るというよりも、何回も今、置いていくっていうね、こう、そういう感覚です。で、黒ね。このぐらい濃くね、こう、一番最初にこう、たくさん。よいしょ。で、例えばこれ、ここ濃くしたいからって、これを、ここずっと塗ってると逆に濃くなるんじゃなくて、色を削いでしまいますからね。それはちょっと絵の具と違うところですよね。あ、抜けてた。危ない、ここですね。ボールも地面についてるとなるとね、ここが接地になるので、塗りますと。まあ、最初はこんな感じで思ってね、体験してみると、なんとなくわかると思います。ということで、体験コーナーでございました。